今日も一日お疲れ様です。文、え、武、ー、動画へようこそ。えー、っとですね、今日久しぶりでどういう手順だったっけあのペン BBS のカリグラフィーシリーズがもう2週間前に届いててそれをちょっと開封していきたいなと思います。でね、もう次回予告するもんじゃないよね。この森久さんの南部鉄器はまた <laughs> また後日にします。これはね、新春に届いたものなんですよ。限定の もうさ、年末に差し掛かろうとしてる時に、これもまだ紹介できてないの。この子もね、またね、時間ある時に紹介します。4種盛りペン BBS のナンバーワンカリグラフィーとナンバーツー、ナンバースリー、ナンバーフォーと出てます。えっと、今回、私全然わかんないので、まあ、今回も全然わかんないので、一緒に観察していきましょうというレビューになります。よろしくお願いします。 それでは早速写真から見ていきましょう。こちらペンビー b s さんのインスタのアカウントですね。インスタのアカウントで、今回出たのが、金二部、金のなぎなたタイプ。13,600円かな。そして、こちらナンバー2、ナンバー3、ナンバー4。このね、アイロン着てたナンバー1、三角とぎのナンバー1に加えて、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4が出ました。そしてこちらのね、ゴールド。 なんですけれどもちょっとね発送コストを加えると1万4000円するんですねそうすると中古の日本の金肉買ってニブシェーパーさんに頼むか自分の持ってる金肉をニブシェーパーさんに頼めばほぼ同額で同じような仕上がりというか調整付きでなお良い仕上がりになるので私は今回見送ってますまあロマンはありますけどね初めての金肉部っていうことで で、こちらがカリグラフィーのナンバー2ですね。私はこれしか分かんなかったですね。これ、これしか違いが分からない。このとんがってる感じ。ほぼアーキテクト2部と、アーキテクトっていうのはミュージックは平べったい、横に平べったいんですけど、アーキテクトは縦に平べったいんですね。これは後で一緒に実験しましょう。このね、この2部タイプ全然詳しくないからね、あとは皆さんに任せました。 ナンバー3ですね。ナンバー3が、こっからわけわかんなくなる。こういう形してます。こういう形。これ何て言うのなんだろう、背中側でもかける風にしてるってことごめん、本当にわかんなくてね、ただのあの実験台になるんで、お尻はね、お尻はプリッと、プリッとしてるから、あの、お おぼっちゃまくんタイプ、ナンバーワンと一緒でおぼっちゃまくんタイプだと思うんですけど、こういう感じにナンバー3。あのね、具体的な表現避けますね。<laughs> 全然わかんないから。で、ナンバー4。これがね、一番難しかった。でナンバーワンと何が違うのっていう、このね、まあ、上から見た感じ、ナンバーワンより細いかなっていう気はする。 もう横から見るとね、ナンバーワンに似てるんですよね。まあ、上から見ると細いなっていうのはわかるんですけど。ただこのダイヤモンドチックな形、これがナンバーワン二部なんですよね。ナンバーワン見てみましょう。あ、やっぱり上から見るとちょっとプリッとしてる。これもおぼっちゃまくんタイプなんですけど、プリッとしてて、ここの三角と木がゆ,ゆったりとしてる感じしますね。プクッと。 スクッとしてますね見る人見たら全然違うのかなナンバーボート私ちょっと違いがわからん先に一通り外しちゃいましたでここで一緒にシール見ていきましょうこのシールの部分にナンバーワンって書いてますねナンバーワンでしょでこちらがナンバー2ナンバー2ーツ2あと漢字読めるとね漢字読めると なんとなくケースの雰囲気で見分けつくと思います。こちらがナンバー3、琥珀って書いてますね。琥珀タイプのケースに入ってるからですね。で、こちらがナンバー4。ここで秘宝なんですけど、私、ペン BBS の軸、実は今持ってなくて、レビューがこの状態から始まります。この状態ね。<laughs> すごいちっこい感じで始まるんですけど、気にしないでください。あのペン先であることには変わんないので。 なので、まあ、ついに軸なしで始めやがったなと思っていただけたら幸いです。今回はペン2部紹介になります。で、美術用のビクセンのレンズ持ってるんですけど、これでね、2部観察しても、まあ、わかんないものはわかんないです。ごめんなさい。なので、一緒に形を見ていきましょう。左からナンバーワンナンバーツーナンバーーナンバーフォーになってます。ワンツースリーフォーですね。で、寄れる最大限の距離が 今この状態なんですけどどうしよう皆さんの助け借りられるかなこのナンバーワンとナンバーフォーの違いが私わからなくてでナンバーツーだけがやたら先端キュッと尖ってるんですよねこれは素人目にもわかりやすいでナンバースリーナンバースリーは多分上がポコってなってると思うんですけど上からの違いはこのぐらいの違いがありますよと ちょっとこの距離じゃわかんないよな。近距離になるレンズが欲しい。じゃあ横を見ていきましょう。こちらが横顔なんですけど、ナンバー1とナンバー2の違いはこのサイドの膨らみ方でわかりますね。ナンバー1の方が膨らんでいて、ナンバー2の方がシュッと、シュッと削ぎ落とされています。で、スとこのあたりはもう、1と3と4は私、 もう、もはや同じにしか見えない。<laughs> 何度も言うけど同じにしか見えない。なので、これは書いてみて解説します。解説っていうか観察していきましょう。もうさ、もう何この間違い探しゲームみたいなさ、何も説明できないんだけど、この1でしょ ?1 で2。もう何度も言うけど、2が細いのだけはわかる。2が細いのだけはわかる。で、3でしょ ?4。 だから、ワンとスリーと何が違うんこのさ、みんなぷっくりしてるんだけどさ、この時点でわかる人いるのかなじゃあ、個人的に苦手なナンバーワンといろいろ寄り添ってみましょうか。ツーはわかるから、ちょっとどいていただいて。まずスリー。ワンとスリーね、ワンとスリー。あれ あ、やっぱ、上の、上のポッコリ感違いますね。この、背面の、背面の方のポッコリ感が、違うかな。その、それ以外気づくとこありますお尻一緒やん。違う。どっちもおぼっちゃまくんしてるけど。あー、もっとズームしたい。もっとズームしたいけど、これが限界。 斜めの角度は一緒ぐらい。だからナンバー3を背面試せばいいのかな、まあ、こんな感じですよと。で、よりわかんないのがナンバー4と1。私がインスタの画面を見てもわからなかったナンバー1とナンバー4。あ、この。斜めのカットが違うのか。ペンポイントの 角度が違う合ってる <laughs> ペンポイントの角度違うね。あ、1と4並べると違いわかるかも。ちょっと待って。あ、角度違うわ。ここの45度ぐらいの角度か、え、何度ぐらいこれ40度ぐらい なので、左、左の1のこの、削ってるペンポイントの角度と、ナンバー4のペンポイントのこの角度が微妙に違いますね。あ、角度の違いかな、じゃあ。あと、上から見ると若干4の方が細い気がする。で、角度違う。っていう感じかな合ってる もういいからさっさと書けって言われそうなんだけどちょっとさ全部買ってらんないじゃんだからじっくりじっくり見てこうナンバーワンカリグラフィーこれ全体見た後だとちょっとわかりやすくなってるかもぷっくりしててお坊ちゃまくんのお尻してて背中が背面がポコッとしていなくてナンバーツーほど鋭く尖っていないとナンバーワンカリグラフィーって書いてあるんですよ このナンバーワンカリグラフィーはここで判断できるんですけど他のカリグラフィーは下に文字が入っちゃってるので引っこ抜かないとちょっと番号見えにくいです。そしてこちらがナンバーツー。こちらがナンバーツーです。ナンバーツーはもう一番尖ってますよね。究極に鋭利というか。これはもう完全なアーキテクト型になってますね。ナンバーツーはやっぱりダント突で細いですね。鋭くなってます。つまり縦に細くて横に太い。 ミュージックニブとかスタブ、イタリックの逆ですね。全く逆で、縦には細いんだけど、横には太くなる。縦には細いんだけど、横に太くなる。それが、えー、アーキテクト型のタイプの二分になりますね。これだけ説明できる。他はもうわからない。で、ナンバー3が、ほら、ナンバー3が背中がぽっこりしてますよね。お尻もお坊ちゃまくんタイプですね、この子もね。で、最後の私を悩ました。 ナンバー4ですね。違いが全く分かんなかったんですけど並べるとわかるね並べると分かりますここのペンポイントの角度が全然ナンバーワンと違いますねそして復習なんですけど下がナンバーワン上がナンバーフォーですこのペンあのペンポイントの研ぎの角度が違うのがよくわかるかと思いますここからはすでに汚れた白手袋に書いていきます えっと、前回のノートが残っていて、えー、ペン BBS のナンバーワンカリグラフィーですね。横が0.8、縦が0.5の太さだよとメモってあります。なので今回はナンバー2、ナンバー3、ナンバー4を続けて書いていきたいと思います。引き角度は大体このぐらいの角度でいつも書いてます。ちょっと待って、これつけるとき指もつかるかもインクに。まあ、いっかもう汚れちゃうか。 さて早速めちゃめちゃ汚れてますこれがナンバー2ですごめん失敗した <laughs> 失敗したちょっと待って難しいこの状態で描くのが難しい こちらのナンバー2のアーキテクト2部は、えーとね、横に引くと非常に太いです。横に引くと0.9、また0.8ぐらい。で、縦にビーってやると、すごい鋭く細くなってるので、縦に引いた場合は0.4とか0.5ですね。すごいな次はナンバー3ですね。背中がぷっくりしてるナンバー3を書いていきます。 やっば、落とした。<laughs> やばい。ナンバー3、こんなんか入っちゃった。もう、本当に勘弁して、ちょっと止めよう。2部がさ、おしゃれになってるの、なんかモニュメントみたいじゃない芸術の。ちょっとさ、こう、まっすぐになってるからね、出てきてくれないの。これ、どうやって撮ればいいマジで時間ないんだって。時間ない。ああ。 何この天才の輪みたいな状態こう横になってこれをどうにか縦にしなきゃでしょう待って時間かかるなこれ戦闘の末無事救出しましたこれが何だっけ何が落ちたナンバー3か背中がぷっくりしてるナンバー3を無事救出しました本当にさまあこうなるだろうなと思ったけど本当になるとは思わないじゃんやっぱアクシデントは急に来るよね あーなるほどアーキテクト2部より全然シビアじゃないなあれ結構縦細いな筆圧の問題角度の問題 いや縦細い縦細いあれこんな細く見えなかったけどな縦縦細いですねナンバー3も縦細い見た目ちょっとぷっくりしてるんですけど縦の書き味はナンバー1よりナンバー2に近いです案外急だね案外急な形してるんだ 誰背中で書けるっつったのいや気のせいかも気のせいかもごめん背中ぷっくりせつ気のせいかもしれないということで通常に戻りますえっ、ー、とこれ書きすぎちゃったないやだいぶ細いぞ とということで瓶に落ちたナンバー3リーは見た目はおぼっちゃまくんしてるんだけど角くと他よりも細くて縦が0.3横が0.7です縦が0.3で横が0.7で引き角度はそうシビアじゃないかな普段通りのペン BBS の滑らかさプラスちょっと気持ち細め気持ち細めで楽しめるかなっていった印象ですえっとですね手がすごいことになってるんですけど ナンバー3に続いてナンバー4がねインクがもう全然出なくてどう処置してもこのね完全完全不良を引いてしまいましたねえっ、ー、と中国万年数では初めてですなので外れる率はかなり中国万年数は低いと思ってたんですけどついに当たりましたねもう全くどの角度でも 全く出てこないので、これはちょっと返品かな。なので、今回はナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーのレビューをしていきます。こちらがナンバーワンカリグラフィーですね。うん、このショートサイズ書きにくい。ええー。 そしたらこれはナンバーワンですナンンバーワンカリグラフィーのカリグラフィーが書けないのでナンバーワンだけにしておきます。これが縦の線。 これが横の線ですね。こう微妙に差あるのわかりますかね。見えるかな。ちょっとわかりにくいか。これ、ね、立てるともっと細くなります。立てると。 やってると細い線が描けます。 こういった書き味ですね。はい、汚い。これがね、あと二つ続きます。次がナンバーツーですね。一番筆記角度シビアなので、ちょっと心配なんですけど、ナンバーツー書いてきます。 文字書くときは。そんお風呂が巻い,いたみたいですね。これはね、筆記角度。そこまでシビアじゃなかったです。ごめんなさい。訂正します。あ、ナンバーツーイーは。私今回ナンバーツーが大本命だったんですけど。とても書きやすいです。 これが普段の引き角度で、これ立てたらどうなんだろう。あ、ある程度、ある程度立てても書けますね。 ちょうどニブシェイパーさんにアーキテクトのニブを頼もうと思ってたところだったんですけどこれナンバー2を買って試してみてでもいいと思います非常によくできていますそして最後がナンバー3ですね案外細めだったナンバー3を試していきたいと思います 筆記角,角度はシビアじゃないですこれも書きやすいですなるほどちょっと細めのアーキテクトにブッという感覚を持ちます寝かせて書いても立てて書いてもあのスムーズに書けるので あの引き角度はシビアじゃないです。 えっと、汚すぎる全体図ですね。こちらがナンバーワンカリグラフィーです。こちらがナンバーワンカリグラフィーで、縦と横の差がそこまでなくて、比較的全体がなだらかな印象です。ナンバーツーが、もうミュージック、んーじゃなくてイタリックかな。イタリックの反対バージョンですね。縦が究極に細くて、横が太い。こういった感じの文字に仕上がります。まあ、ツーはわかりやすいですね。 縦がが細くて横が太い、いこういった形ですね。で最後がこのねナンバー2の少し細くなった書き味と思っていただければ大丈夫ですえー、っと縦が細くて横が太いんですけどちょっと分かりにくいですよね縦が細くて横が太いこれがナンバー3です例えばこちらがミュージックなんですけどミュージックの場合は 縦に太くて横に細いんですね。縦に太くて横に細い。これがミュージックです。その逆バージョンがこのアーキテクト2部って呼ばれるタイプなんですけど、あとは私のお気に入りのパイロットの 78G ですね。こちらも縦に太くて横に細いです。かなりはっきりしてますよね。この逆バージョンです。 わかるかなこれ縦に太いんですよ。この平べったいから、二部が上の部分が平べったいんで、縦に太いんですけど、今ナンバー2持ってるんですけど、ナンバー2の場合は、縦に細くて、横に太いんです。真逆、真逆なんですね。真逆です。このイタリックとか、 スタブ。イタリックとかスタブとかミュージックは縦に太くて横に細いんです。そう、英語が書けない。アーキテクトニブって呼ばれるタイプは縦に細くて横に太い。まあ、ほとんど売られてないんですけど、手軽にアーキテクトニブを楽しみたい方はこちらのペン BBS のニブは非常におすすめします。とても書きやすいです。全然シビアじゃない。 で毎回言うんですけどこうメリハリ効いてるタイプって字をきれいに見せる効果があるので非常におすすめですちなみにこれはナンバー3ですね縦に細くて横に太いナンバー3の方が分かりやすいかも縦に細くて横に太いこれも同じですねこっちがナンバー2でこっちがナンバー3です 両方ともメリハリ効くんで、あの、ニュアンスを楽しみたい方、非常にお勧めします。というわけで、音声情報が全くない動画になったんですけど、あの画像から判断していただけたらなと思います。1と2と3。1と2と3は実際かけたんですけど、4はちょっとね、軸なかったから、用意できなかったから、びっくりしちゃってインク出なかったですね。で、1は柔らかい感じ。2が比較的、 M かな地幅 M ぐらいのアーキテクトなイメージですね。で、ナンバー3が地幅 F、F、細字、細字のアーキテクトなイメージで書ける。で、ナンバー4はちょっと未知です。この子ちょっと今日緊張しちゃったので、まあこんな感じで映像から判断つく方はぜひ判断してみてください。じゃあ本日の仕事をさっさと切り上げて寝ちゃいましょう。じゃあおやすみなさい。じゃあね。